こんにちは、アレオです。iPad Pro は12.9インチと Apple Pencil 2、そしてスマートフォン用のキーボードなしのカバーを買いました。なんで僕がこれを買ったのか、その想定している利用方法と含めて今日は動画にしたいと思います。5つトピックを分けてご紹介しますので、もし共感してくださる方いたら、いいねとかね、あとコメントよろしくお願いします。まず僕がこのセットで買った理由、その1つ目が僕、マインドマップを書きたくて、 そのマインドマップを書くのにこのセットって最強なんじゃないかなと思いました。僕は頭を使うときにとにかく手で書かないと気が済まないタイプです。普段は結構マインドマップ書くときは紙に書いたりホワイトボードがある部屋に行って書くっていうやり方をしていました。まあ、でも紙にしてもホワイトボードにしても課題があってそれは書いた後にどうやって保存しとくかってことです。大体いいね、いつも写真を撮って保存するんですけど写真を撮ったら最後 もう一回後で書き直したいと思った時に書き足せない、書き足しづらいっていう難点がありました。その解決のために iPad Pro を使うということであれば画面サイズは広い方がいいだろうということで12.9インチにしました。当然それには Apple Pencil が必要です。逆にこうやって手で書くことが重要なのでキーボードがあったりするとなんかガチャガチャして集中力が散漫になっちゃうんじゃないかなというふうに思いました。なのでキーボードなしのカバーにしました。 ということで、マインドマップを書くためには、この広い12.9インチが最適じゃないかなと思いました。理由の2つ目は、ドキュメントに直接何かを書き込みたいと思っているということです。現在の僕のお仕事は、リモートワークで、モントリオールの会社と頻繁にやり取りをしています。スカイプで提案の内容とかを説明することも結構多くて、そういった時にね、英語がパーフェクトじゃない僕にとっては、資料で補足するっていうのも非常に大事です。 だからといって、完璧な資料を作るのに時間をかければいいっていうわけじゃなくて、資料はあくまで補足なので、なるべく時間をかけずに作りたいという気持ちがあります。で、例えば、データ解析ツールなんかを見ながら、気になったところをスクリーンショットを撮って、そのまま書き込んで、それを画像として見せて説明するっていうことができたら、すごい便利だなと思ってます。あと、本社から来た英語の資料に対して、手書きでコメントをつけて返信するっていうのも便利そうだなと思ってます。 いずれにしてもこの作業をするには大きい画面とペンがあるっていうことがすごい重要でキーボードはまああってもなくてもいいかなっていうふうに思いましたむしろ僕パソコンはいつも持ち歩くのでそのパソコンと一緒に持ち歩こうと思ったらキーボードなしでこっちはあくまでペンで書くっていうことをメインに使った方が持ち運ぶハードルが下がるんじゃないかなと思いました3つ目の理由が YouTube のサムネイルを作りたいということです 基本的に動画の編集はこれからも MacBook Pro でやろうと思ってるんですけれども MacBook Pro で動画を書き出すときって結構時間を持て余します新しい MacBook Pro を今年買ってでパワーアップして 書き出し速度っていうのはすごい上がったんですけど、それでも、え、ちょっと待ち時間っていうのがあるわけです。その間って結構パソコン自体が重くなっちゃうので、サムネイルを作るにもイラストレーターオープンしづらかったりしても重くて作業できなかったりとか、そういった弊害があります。なので基本手持ち無沙汰になって休憩してたりします。そういった時に iPad Pro を使ってサムネイルを作れればいいなと思っていました。 特に来年からは iOS 版のほぼフルバージョンの Photoshop が出るそうなので、えー、僕はまあ個人的にはイラストレーター派なのでそっちが出てほしいんですけども Adobe、えー、が対応するということでそっちも楽しみにしていますいずれにしてもサムネイルを作ったり画像編集するみたいなそういったクリエイティブなことをしたいと思ったら画面は大きい方がもちろんいいですし、えー、それにはね絶対ペンが必要だと思っていたので、えー、これをセットで買いました もちろんキーボードはあったらあったでいいと思うんですけど、このペンを使うときは多分 iPad は寝かせて使いたいと思うので、そういったときに iPad の後ろ側にキーボードが来るって嫌だな、気持ち悪いなと思いました。ので、キーボードなしのフォリオケースの方がいいかなというふうに判断しました。四つ目の理由が、僕この iPad Pro をアニメーション作りに活用してみたいなと思っています。僕今後ですね、あるいは来年ですね、 あのちょっとしたアニメーションを作るっていうことにチャレンジしたいと思ってます。まあ、僕、絵は下手くそなので、自分でイラストを描いて、それを動かすみたいな体操のことはできませんが、でも普通のこういう YouTube 動画の中にも、ちょっとした B ロールに手書きの文字を加えるとか、手書きでね、うにょうに動く何かしらのアニメーションを加えるとか、そういった遊び心を加えられたらなと思っています。そのためにはやっぱり断然大きい画面とペンが必要というふうに思います。まあ、言ったからには、 アニメーション結構大変だと思うんですけども何かできるように形にしていきたいと思います。5つ目の理由がベッドで iPad Pro を使って動画とかコンテンツの消費がしたいと思っています。とってもありきたりなんですけどもベッドの上で動画を見たりとか本を読んだりとか雑誌を見たりとかそういったことを iPad に求めています。実は僕これまで iPad は初代の iPad をずっと前に中古でしかも買っただけで、ま、真面目に使ったことがないんですね。 で、これまでベッドの上でゴローンとしながら映像、動画を見たい時とか、どうしてたかというと、MacBook を使ってました。これあんまり良くなくて、えー、まず一つ目に、ヒンジの部分が割れてしまいそうな気がして、いつもヒヤヒヤしていました。二つ目に、熱を、排熱をしてくれない。えー、布団の上とかに Mac、えー、を置くとね、当然だけど、あの排熱をしてくれません。えー だから気づくとすごく熱くなっていたりして、絶対 Mac に悪いなと思いながら、でもちょっと自分がレイジーだからということで、Mac で動画を見たりとかしていました。そういった時にね、壊れることを気にせず、この大きい画面で動画を視聴できたらいいなと思っています。そして、この使い方をしようと思うと、折りたたんだ時に裏側にキーボードが来る。 え、キーボードケースだと、やっぱり邪魔ですよね。え、興奮にした時にも、え、こうやって片手で持って、ここにキーボードがない感じになるっていうのが非常に重要でした。以上が僕がこの12.9インチの iPad Pro と、スマートフォリオのキーボードなし、そして Apple Pencil を購入した5つの理由、想定のユースケースです。これ購入するに際して、一番迷ったのがキーボード付きのケースにするか、キーボードなしにするかというところでした。実際ね、大体皆さん購入するときって、 iPad Pro をカートに入れて、Apple Pencil をカートに入れて、その後でケースどうするか迷うと思うんですね。で、その時に僕も同じように迷って、キーボードケースにするかキーボードなしのスマートフォリオにするか悩みました。で、価格差を見ると100ドルぐらいしか違わないんです。100ドルぐらい、1万円ちょっとしか違いません。 100ドルしかっていうのはこれ完全に錯覚なんですね。っていうのも iPad Pro 12.9インチと Apple Care、そして Apple Pencil、この3つをカートに入れると大体1500ドルから2000ドル近くになります。それからすると100ドルってすっごい誤差に感じるんですね。もうここまで来たら100ドルの誤差だったらキーボードあった方がいいんじゃないかっていう気持ちにもなってきます。そして実際僕、キーボードの方を実は買ったんです。 でも途中でキャンセルしてキーボードなしを追加注文しました。注文してから冷静になって考えてみると100ドルあれば結構いいキーボード買えるじゃないですか。持ち運び用のキーボードだとしても折りたたみのなんか評判すごいいキーボードが6000円かなんかで買えると。後でリンク貼っておきます。6000円かなんかで買えるんだったら別に無理してここで追加購入しないでもいいんじゃないかと。 さらにね、キーボードってあったら絶対にいいっていうものでもないと思ってるんですね。っていうのは、再三言っている通り、えー、キーボードがあったら、ここで、 こういう,ふうに持つときにすっごい邪魔だと思うんですよ。ここにキーボードが来るのって。それにキーボードがあったら、こうやって iPad をデスクにベタを消して上から何か書きたいというときに、後ろがやっぱりガチャガチャすると思うんですよね。さらにキーボードがつくってことは絶対に重くなるってことです。今日昼間に見たブログで言っていたのは、キーボード付きの方は 400g 重さがあるそうです。えー、非常に重くなります。iPad Pro が 600g。 の重さなのに対して、キーボードが 400g で合計 1000g だったらかなり重くしてしまいます。そうすると持ち運ぶのが億劫になってくるような気がします。<music> ということで、自分のユースケースからいろいろ考えた結果、キーボードなしを買っておいた方が結局自分にとってはいいんじゃないかなというふうに結論に至りました。 基本的にね、今回のこの iPad Pro すごい人気があるような気がしていて、レビューもね、どん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 もう初日から出まくっているので、ただのレビュー動画を出してももう意味ないなというふうに思ったのもあったので、今回は僕が購入した理由っていうのと、それに絡めてね、スマートフォリオはキーボードにするべきかするべきじゃないかっていうところで5つポイントをつけて話してみました。 僕は、僕の想定ユースケースでは、キーボードはない方がむしろいいんじゃないかと思っています。最悪後でキーボードが欲しくなれば、100ドルの差額があれば、まあまあいいキーボードを買えるんじゃないかなっていうことも頭に置きながら、いろいろ考えて、キーボードなしを買いましたっていうことで、もし今同じような悩みを抱えている方がいらっしゃったら、何か参考になれば幸いです。 えー、残りのレビューというか、きちんとしたレビューはまた2週間1ヶ月使ってみてからやろうと思います。えー、そんな感じで今回の iPad Pro の購入最初の動画は以上になります。これからいっぱい使い込んで動画のクオリティアップとか、単純にこれのレビューとか、そういうところにつなげていきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。それじゃあね、バイバイ。